よし、皆さん、ザッケンさん、内藤です。今日の特別な理由は、ブギーの、スミスオプティクス、ブギーレギュレーター、それとも、SOEP、SOEP、スペシャルオペレーションズアイワーパッケージのリビューです。今は、レギュレーターが使っているので、この帽子とかヘルメットが使ってないとちょっと使いづらいですよね。上の、なんだか、眉毛動いたら、このゴーグルも、上がります。ゆっくりあとすぐに下の方は目に座ると全然気持ち悪い、変な感じ、目に全然好きじゃないつまりです。じゃあこのレギュレーターの理由はとりあえずに、前にはあったレイジック前にあったとやっぱりちょっと使えない、動かないとすぐにこもってる空気も動かないのせいで、こんな感じでこの上の空気の穴が開けると閉めるはこのレバーにできます。開けたら、空気が簡単に閉めたら、ほこりとかダストもストップにするから悪くないですよね。このデザインのは空気は前から入れるとこの横の穴から出るの方で空気がサイクリングをできるんですけど、そう、何より上等じゃない。普通のタイプはこのラバーのやつがある。これは、コテンのでエラスティックバンドはやっぱりなんとかアップグレードみたいなタイプです。じゃあこれは超使いやすいから、そのままでまあ湯気動かないと大丈夫でも、誰かは変なこと言ったらと、の顔に出るとゆっくり上がるとか、直せないといけないつもりです。そう、何でもかんでも動ける。いや、これはすごく見やすい。今はちょっと涼しいの部屋に入ってるからあまり曇ってない。でもプレートキャリア鎧といっぱい動いたらもっと見づらいになるかもしれない。まあ戦争にあればその時にちょっと時間あれば上げるとよく見えるが大切けど、サーバーゲーには絶対目守らないといけないから、そのことできないとただ曇ってると見えないと負けるかもしれない。まあこれとはこのフォームはそのままでノリで入ってると動かないの感じです。次の方は同じのレギュレーターと SOEP はどちらも黒レンズもある、サングラスみたいな感じ。じゃあだいたいデザインの方はスカイダイビングとか ATV バイクの運転するとかよく動いてるとあまり汗出ないみたいな感じと問題なし。もういっぱい動けるならちょっとこもりやすいからどうだろうね、ちょっと大変ですよね。でもこれのタイプが安いから悪くないのに、すごく小さいの見やすいのやつが必要になれば、じゃあ他のは SOEP Special Operations Eyewear Package、 今ヘルメットが乗ってるは、そうヘルメットと帽子使ったら動くないのためにヘルメットにセッティングしたらセーフですよね。じゃあだいたいサバゲーしたいとか何かあるのに目が守るが必要になるの時はこれが取って、これも取るので、よし、横にセッティングして OK、 それと目はセーフ。これで変いつものやつが変なことあったら眉毛上がるでもレンズが動かないとセーフです。じゃあこれは前のちょっと似てるけど、上の方はちょっと見づらいけど、これはなんとか横の線の穴が入っています。このデザインでレギュレーターがないと、なんかレギュレーターなしと値段上がったみたいな、ちょっとおかしいけど、これはこもってないが書いてるけど、レギュレーターよりこれがよくテストしてないから、こもってるかこもってないかがまだわからないですよね。つまり直せるの方法はこれでプレートキャリアと鉄棒とか運動したらすぐに答えに見つけると思います。でもとりあえずちょっと使いやすいと、これはデザインの方法はナイトビジョンと一緒ので、すごく顔が近いからナイトビジョンのレンズはもっともっと近いの見えるの方が開けるし、いいことですよね。クリアのはナイトビジョン用と、ちょっと黒いのタイプは太陽が出てると目が見やすいのためですよね。
じゃあこの2つのタイプ、これが初めて、とりあえずもしかして曇ってないなら素晴らしい。このもう35ミリのラップはもっと ESS みたいな感じで、すごく頭でも柔らかいと使いやすいです。でもさばきにはどうになるかな。普通の ESS のゴーグルも値段がだいたい同じから、このやつと ESS のタイプが曇ってないとそれが好きけど、これはもうちょっと傷入れづらいみたいですから、どうだろうね。まあ沖縄は私に暑いと湿度高いから ESS の方がいいと思います。これがもし曇ってないなら、じゃあ ESS よりこれがおすすめになるかもしれない。じゃあ皆さん、とりあえず今日のレビューはそのままで、ちょっとテストにするから、また今度にまたビデオ出ます。じゃあ皆さんお疲れ様です。今度ですね。